すいません。2月28日に行われます美と健康のドリームトークショーにご出演をいただきます元宝塚歌劇団月組トップスター女優の瀬名純さんをお迎えいたします。皆様どうぞ拍手でお迎えください。瀬名純さんの登場です。今回は、カンプ生命さんが、月組を応援してくださるということで元月組の生徒といたしましては絶対に私も一緒に応援できたらと思いこの場に参加させていただきました。これからも宝塚を愛していただけるように今日私もたくさん宝塚のお話などしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、まず夢応援宣言ということですので、はい、瀬名さんが宝塚歌劇にまず、はい、宝塚に入ることっていうのは瀬名さんにとっては、はい大きな夢でした。大きな夢ですね。舞台に立ちたいっていう大きな夢でしたね。はい、その夢が叶って、うん、まず音楽学校に入団されて、はいはい、でそれから舞台、はい、やっぱり初舞台になってだんだん新人公演ですとか、はい、だん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 番手が上がってくると今度はやっぱりトップスターになりたいという夢が皆さんお持ちだと思いますけど、はいはい、瀬名さんは大体どのぐらいでその夢を持ってどのぐらいで叶えられましたか。う、ね、もう多分宝塚に入った時点でトップスターになりたいっていう夢は絶対あったはずなんですよ。なんですけど私はそれをこう大きく大きな声で私はトップスターになりたいですっていう勇気がなかったので、はい、なんかすごく私が入って10年目ぐらいの時にやっと口に出して私の夢はトップスターになることですってようやく言えましたね。うん、言葉に出すことによって、はい、その言葉に責任を持って頑張ろうとするじゃないですか。やっぱ言葉に出すことって大切なんだなって思います。うん、でもいつまでたっても変わらぬ美しさで、いえ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 とんでもないです、とんでもないです。瀬名さんはなんか特別なことをされてるんですか。お肌とか特別なことですか。キラキラですけど、うん、毎日半身浴するぐらいで。半身浴何にも、はい、半身浴。あとお料理は毎日してますけど。そうですよね、お料理を好きなんですよね。そうですね、なんかこう意識して取ってる食材とか今の時期これをっていうのはあるんですか。最近すごくレンコンが好きで。レンコン、なぜか分かんないんですけどレンコン大好きで、はい、レンコンの料理ばっかり作ってますね。根菜類は体を温める、はい、温めますね。そうですし、はい、今瀬名さんにとって夢って言われたら、うん、どんな言葉が浮かびますか。最後に夢ですか。はい、でもなんか夢っていうのと違うのかもしれないんですけれども、うーん、家族大切になんか穏やかに暮らせる穏やかな幸せ、それがなんか、穏やかな幸せ、うん、それがなんかすごく私の中で夢ですね。